吉田さん商品価格が高すぎたまあそれはまあメリットデメリットあるでしょうねやっぱ一番はあやっぱりね大きな金額払う人ってそれなりにやっぱ腹をくくれる人っていうか分かる人ですよねでやっぱ警戒ちゃんとしてくれる人ねこの人で大丈夫なんだろうかみたいなノリで決済する人はまあほとんど排除されるんじゃないかなっていうところがあるんで高いレベルのフィルタリングがされるんじゃないかなと思いますよね うん、あのちょっとねあのおかしな例え出しますけども今ね西大久保駅かどっかで立ちんぼっているわけですよあの東横キッズじゃないですけども要するに売春を持ちかけてくれる男性を狙ってずっと立ってる女性のことなんですけどもねでもやっぱりこれ広島の例であれですけども広島でも立ちんぼっているんですけどもあのの性感染症のリスクとかすすごく高まるんですよねだから風俗上もいやちょっと病気になるかもしれないからやめた方がいいよって教えてくれるんですよで 風俗でちゃんと管理売春しているところっていうのは、管管理理ってて違法でですすけども、まあ、ソープととかですよね。管理買収にしているところってそこから病気を広まったらその噂っていうのが致命傷なんでだからねあのこ体のコンディションあのお嬢さんの管理ってキャストさんの管理ってものすごくしてるんですよ健康状態チェックとかもしてますし、えー、それからねあのいわゆる性器とかが傷まないようにのケアもするし、うん、とにかく商品のメンテナンスですよね女性が商品ですからすごいするんですよ。 で、お客さんもフィ,リティングにします。お客さんもお金がない人とかは全然親指じゃないぐらいでやっぱり3万円とか5万円とかっていうのを最初の初動でいるわけですよね。でちゃんとその何パネルで女性を選ぶという体でね待合室っていうのがあって待合室で男性を見てるんですよチェックしてるんですよそういったお店っていうのは。でこの人はちょっとブラックリストの人だから、 悪いやつだからちょっとねお断りしようみたいな感じでちょっと怖い人が出てきて「お客さん今日は閉店です」とか言ってからね帰ってもらうとかね、うん、それからこの人は一見よさそうに見えるけどちょっとね悪い噂流しそうなブロガーじゃないかなと思ったらやっぱ排除したりとかしてね、うん、だからお金は最低限持っていてほしいけども金払いを渋る人とか全然ダメだしあの格好見慣れがおかしい人もダメだしで悪い噂が流れてる人もダメだしって感じで結構ねその ソープラントって高い分だけコストをかけてお客さんもキャストさんも見てるんですよねこれと比較してちょっと申し訳ないところもありますけども職業には規制がないっていうところをね利用させていただくんならどんな職業であってもどんな仕事であってもそれなりのクオリティを追求するところにはそれなりの価格がついてもあるかなってことこですよね、えー、去年私 FX オリガルヒっての始めましたけどもその時はコンデンツ全くなしで募集だけしたんですよ私の信用で FX オリガリってのは始めるけども来る人いるって感じで言ったら、まあ20名ぐらいの方がね、すぐ来てくださってありがたいなと感じたんですよ。その時は価格30万で出したんですけども、今はね50万なんですよ。で、なんで50万かっていうと、1年経ってそれだけ私の信用と付加価値と成功者が出てるからなんですよね。一番成功してる人ってすごいですよ。やっぱ2800万ぐらいで稼いでますからね、FX で。いや、これはね、私と同等かそれ以上のレベルで稼いじゃったわけなんですよ。 でその方は私に個人的に「コンサルを100万円でお願いします」って言ってきて100万円じゃあの足りないんでもっといい価値だったんで最終的には300万払ってくれてるんですよねで、えーまあ、私もねすごく自,信自分が発信してることがこのぐらいの評価を受けてるんだなと思って自信が持てますよねで FX オリガルヒの日人ってね毎日のようにねレポートしてくれるんですよ こっちもやりがいあるじゃないですかそうやって1年間たってきましたからねで FX オリアルに関しましてはちょっと宣伝みたいになっちゃいますけどもものすごく分かりやすいんです私も思いますけども他の FX のプレイヤーさんでなんでこういう伝え方しないのかなってわざと分かりにくく教えてんじゃないかなもしくは全く発信者自身が FX のことを理解してないかですよねつまり FX で実績もない人がスクールを売り出してんじゃないかなと思うぐらいなんですよであと FX が上手な人はサポートがねやっぱりね 面倒くさがって下手だなというところもありますしね。まあいろいろありますけど、うん、いい塾作っていきましょう。じゃあ行ってらっしゃい。